茶臼山古墳は大阪市天王寺区茶臼山町にある前方公園墳、大阪府指定史跡に指定されている。古墳の周囲一帯は天王寺公園となっており、この古墳も公園の一部として遊歩道が整備されている。公園本体との間には家庭池があるが、これは788年に和気清まろが大和川や河内湖の排水と水運のために、 上町大地をここで解釈しようとして失敗した跡地とも言われる。道地を古墳とするかは説が分かれる。古来荒見捧ぎ、または荒れさんと呼ばれてきた道地は古墳と伝承され、ここから発掘されたとされる石棺街が四天王寺に伝わっている。古地図の形状からも追認され、そのため従来前方後円墳と言われてきた。 しかし1986年の発掘調査の結果では、埴輪や吹石などが確認されなかったことから、古墳ではないとする説も現れた。一方、四天王寺境内の発掘調査で埴輪などが出土しており、茶臼山古墳を含めさらなる周囲の発掘の進展が望まれている状況にある。2009年の発掘調査で水源紙を塗られた。 石室らしきものが発掘されたことが発表されている。噴球の標高は26メートルであり、大阪御帝山のうちの一つとされている。古墳自体は5世紀にこの地の皇族のために作られた墓と言われ、大阪市内でも最大級の前方公園墳だが、被装者は不明である。1546年、細川春元の家臣、山中又三郎が、古墳の公園部に、 大塚城を築く。1614年の大阪冬の陣では、茶臼山一帯が徳川家康の本陣となり、翌1615年の大阪夏の陣では、真田信繁の本陣となって、茶臼山の戦いの舞台となった。明治以降は住友や邸宅の敷地の一部となっていたが、1925年に住友家から邸宅敷地、慶宅園とともに、 大阪市に寄付され、天王寺公園の一部となった。家庭池は1928年に公園に編入されている。ありがとうございます。